腐ってマフラー落ちちゃってバイクのマフラーがついてるとかマジの軍団っぽいですね、チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、山田です。はい、というわけで今日は筑波サーキット八幡祭りに来てるわけなんですけども、今日はその八幡祭りの会場を紹介ということで、市川さんに来ていただきました。市川さん、よろしくお願いします。市川です、よろしくお願いします。八幡祭りというのは山田選手、参考されて頑張ってください。もういろいろこうラッピングもいろいろ。17番ですと、トップキャラインにおりますのは、イエローソーンの3番ジュリー、マチノリ選手使ってるんですよ。マチノリですか、マチノリ兼、はい、サーキット。さあ、20番のリップからは、こちらもお楽しみに。こちらの車を乗られて、レースを乗って、レースを乗って、レースを乗って、青戸慎吾選手。そして、おととし、1位の成金テラス。これは実はですね、20番山崎選手、はい、幼稚園の先生です。はい、幼稚園の先生でいらっしゃるということですか。ああ、先生ではないんですけど、職員の幼稚園バスの運転手ということで、成人の方は設計パートナーを発注する下のモーターと下も握るし、下も握るしということで、下も握るし、レースを使えるようにできます。ちなみに35の大谷選手はどちらになるんですか。お気に入りですね。そうですね。自分のレースは、ロールページを作ってます。はい。これで、6点式のロールゲージが入ってまして、これでレースに出るために、はい、自分を最優先するためにつけました。今日はレースに出るから、すべて外したんですね。もちろんです。今日は何をしてもいい大会なので、実績から、もう外せるから、全部外してました。なるほど。これが皆さん、もうレースへの情熱ですよ。そしてウィングもまたついて、普段も乗るからこのウィングサイズ。そうですね。そしてこれラッピングもまたこれカーボンのシートを持っていて、自分たちが見てるのが最近ですね。これはもうある意味幼稚園のレーシングカーというのはあるじゃないですか。あと吉川さん、この車の一番のお気に入りの見たら、ここ見たら一番かっこいいよって場所がいいです。カフ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 。そしたら自分はこの今、ゆっくりと、この角度で見たところが、この角度で、車高の音が、タイヤ、フライングは、大丈夫ですか、これ、ディーラーでないですね、これ、ギリギリのつらいですよね、もうディーラーで断られちゃいますかね、これ、これ、ホイールのセットもこだわって、ミリ単位で変わりました、すごいですね。はい、ということで、市川さん。はい、ということで、まあ、会社紹介ということなんですけれども、はい、86ということで、はい、デロ8ですね。はい、デロリアンのパクリです。はい、まあ、ちょっと色は、これでも自分で塗られたんですよね。そうですね、はい、艶消し剤が邪魔してシルバーのキラキラしたやつがこう寄っちゃったっす。ああ逃げろーみたいな感じで、ちょっと苦労もあるっていう。でも全部これ自分で塗られたんですよね。そうですね、ちょっと手伝ってもらって、もしもし行きまーみたいな感じで。あ、なるほど。まあそういった裏話もまあるということもあると思うんですけど、そうそう、マスキングめんどくさくて、はい、あとはどうですか、エンジン周りとか、まあ、あとは何かこう、内装はノーマルっぽいですけど、何かいじられてるポイントとかこだわりのポイントってあったりされますか。腐ってマフラー落ちちゃってバイクのマフラーがついてるとか。なるほど。ほぼノーマルで、はい、こってるもくっつけたのと、そんなぐらいですかね、もう本当に。あとは、まあ、ホイールはメッシュの、これ車外のものが入って、そうですね、林とこれは、あと、なんだろうな、クロスのミッション標準で入ってたみたいな、はいはい、これも放置車両で、はい、まあ、ガビガビだったんで、いや、よく動くなって。これは1から起こしたんですか。
一から起こしたみたいな感じ、20年も伝えてたみたいな感じで、ね、はい、それが動いてます。なるほど、じゃあもうある意味レストアだったってことですね。レストアだったんですけど、そのあまりレストアのレベルにも達さなかったのは、その中途半端に個体が良くて、その中間にいたみたいな存在です。なるほど、でもまあこの車を使っててもさっきと走れるぐらいまで元気だっていうことですね。そうですね、はい、ちなみにこの86の一番かっこいいなって思う場所ってありますか。かっこいいなっていう、かわいいなでも大丈夫です。なんでしょうね、なんかちょっと近未来っぽくないですか。でも流線形といえばちょっとまあなんか形がなんかあれですよね、なんかフェラーリっぽいようなちっちゃいテッサロッサみたいな感じじゃないですか。わかります。なんかこれを見てみると、あのでもこれやっぱりリトラを開かないと結構印象変わりますね。変わりますね。なんかリトラ開くとちょっと可愛さが出てくるというか、はい、なんか昔のロータスとかそういうの存在しそうじゃないですか。古い車とかありそうですね。はい、なんか会社みたいな感じの雰囲気だった。でも確かにこのシルバーを見るとやっぱデロリアンの雰囲気出ますよね。で出てくれてると嬉しいです。はい、なんかふとなんかデロリアンっぽいなってやっぱ思いますね。ありがとうございます。はい、ナンバーもまたすごいですね、これ。いや、マジの軍ナンバーですね。はい、これなかなか。これ映していいかわかんないですけど。映して大丈夫です。映して。すごいこれ貴重ですよ。映して大丈夫です。もう今だと群馬302とか、まあこれは5ナンバーなんで50なんとかだと思うんですけど。はい、マジの軍ナンバーですね。はい、超昔の。名義変えちゃうとなくなっちゃうから名義も変えなかったですよね。はい、名義変えると綺麗なやつになっちゃうんで。いや、これが一番のチャンっぽいと思うしね。そうですね。これ走ってたらおってなりますよ。雪取りぶつかってヘニャヘニャになってなんかそんなようなって言ってました。なるほど、まあ、いろいろエピソードはありそうですね、このナンバーにね。その先輩からもらったやつがこれだとか言って、はい、GTR に追突されたって後ろも歪んでますよ、はい、いやでもまあそれでも走れてるわけですから、これからも大事すごいですね、タフですね。僕乗ってほしいなと思っちゃいました。ありがとうございます。ということで群馬173の愛車86ですね、デロ8ご紹介させていただきました。いやでも、まあ、この色いいですね、奥。え、本当ですか。僕はその黒話もあるじゃないですか。っていうのも含めてやっぱり見るとこの色改めていいなと思っちゃうんですよね。はい、素敵な86ご紹介させていただきました。群馬さんありがとうございました。ありがとうございます。では放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。